はいどうも、初めましての方は初めまして、映像カメラマン兼エディターの深夜です。私のチャンネルでは一般的に購入可能なカメラの最新情報や機材の情報、日常生活におけるライフハック、考察レビューなど、私自身の考え方などを発信、情報を共有しています。興味がある方はチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると動画更新のモチベーションにもつながりますので、よろしくお願いします。それでは今回もカメラ機材に関する情報を発信共有していきます。今回紹介したい機材なんですが、タイトルにあるようにこちら、シグマから2021年5月14日に発売されます 35mmF1.4DGDN アートレンズになります。こちらはですね、見た目からしてソニーの G レンズのような筒状で、デザイン操作性にこだわったように見えますよね。こちらのレンズはですね、2021年の4月27日の夜に発売が正式に発表されました。ということでですね、今回は発売前のレンズについて解説を行っていこうと思います。今回お話ししていく内容なんですが、最初にレンズの詳細、続いて特徴、そしてメリット・デメリットについて説明していき、最後に購入するべきポイントについてという順でお話ししていこうと思います。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。まずはレンズの詳細からですね。正式名称はシグマ 35mmF1.4DGDN アートレンズとなっています。 F 値はですね、 F1.4 から F16 まで、フィルターサイズは 67mm となってます。最短撮影距離は 30cm、 最大撮影倍率は 0.18 倍となっています。レンズマウントは E マウントと L マウントの2種類ですね。レンズの重量ですが、 E マウントのレンズの方はですね、 640g となっていて、 L マウントの方はですね、 5g 重く 645g というようになっています。小売希望価格はどちらのレンズも115,500円となっていますが、実売価格はですね、私が調べた限りでは95,000円というのが一番安かったですね。外観の説明をするとですね、見た瞬間からわかるように妙な出っ張りなどもなく、まっすぐなレンズですよね。私はですね、こういうタイプの筒状でストレートなレンズが大好きです。そしてですね、絞りリングのロックスイッチ、絞りリングのクリックスイッチ、フォーカスモード切り替えボタン、フォーカスホールドボタンなど様々な機能が組み込まれており、防塵防滴機構も搭載されています。そしてですね、 28mm から 70mmF2.8DGDN コンテンポラリーレンズの時にも触れてはいるんですが、レンズの名前についてくる DG というのはですね、フルサイズセンサーに合わせて設計されたという意味です。 DN とはミラーレスカメラに最適な設計を行ったレンズという意味です。多分ですね、フランジバック問題などが最適な設計という意味にあたるのではないでしょうか。そしてですね、コンテンポラリーシリーズはですね、蛍光性、デザイン、操作性などに重きを置いているんですが、アートシリーズはですね、光学性能に配慮された設計になっています。はい、以上がですね、レンズの詳細となります。続いてですね、レンズの特徴についてお話ししていきます。皆さんはですね、2012年に登場したアートレンズの価値の基準を作り出したと言われている 35mmF1.4DGHSM アートレンズというのを知ってますかね。私はですね、知ってはいるんですが、実物は見たことがないです。確かですね、小売希望価格は13万円いかないぐらいだったと思うんですが、それでもやっぱちょっと見たことはないですね。ちなみにですね、レンズの名前についている HSM という意味なんですが、静かで高速な超音波モーターを搭載しているからフォーカスが速いですよという意味ですね。そしてですね、このレンズのミラーレス専用として登場したレンズが今回のシグマ 35mmF1.4DGDN アートレンズなんですよね。光学性能の面ではですね、大口径 F1.4 ならではの大きく美しいボケ見はもちろんですね、各収差を徹底的に抑制し、画面周辺に至るまでシャープな描写性を実現させているようですね。プロのカメラマンを意識した各種スイッチや速いオートフォーカスなど、ミラーレス専用設計だからこそできる小型軽量レンズといった感じですね。はい、それではですね、続いてメリットについてお話ししていこうと思います。メリットというかですね、私の個人的な感想にはなってしまうんですが、 35mm のレンズが好きっていう人はですね、めちゃくちゃ多いんですよ。でですね、今回の 35mmF1.4 が発売されることによって、様々なサイズの 35mm を選択できるようになったなと最初に感じましたね。シグマが発売しているレンズだけで言ってもですね、 35mmF2DGDN コンテンポラリーレンズ、そして今回の 35mmF1.4DGDN アートレンズ、最後に 35mmF1.2DGDN アートレンズといったように3つもあるんですよね。
F 値こそは違うんですが、自然でバランスの取れた画角の 35mm が好きっていう人にとってはですね、今回のレンズの登場で選択肢が一気に増えたと思います。もちろんですね、金額は高くはなってしまうんですが、 G マスター 35mmF1.4 もあるし、ディスタゴン 35mmF1.4 なんかもあります。カメラが好きな人でですね、まだ 35mm を持っていないという方がいましたら、この機会にですね、自分の撮影スタイルに合った 35mm を探してみてはいかがでしょうかといった感じですね。はい、それではですね、続いてデメリットについてお話ししていきます。海外のレビューで興味深いものがあってですね、今回のシグマ 35mmF1.4 と G マスター 35mmF1.4 を比較するといった内容ですね。結論からお伝えしますと、シグマ 35mmF1.4 はですね、最短撮影距離で開放 F1.4 で撮影した場合、結構重大な色収差が出ているんですよね。そしてですね、開放状態でのフォーカス、ピントの精度も気になるレベルで悪い印象です。G マスター 35mm の方はですね、色収差やフォーカスともに問題はないように見えました。開放だからといってですね、ピントが甘くなるような感じはなかったですね。シグマ 35mmF1.4 の撮影環境なんですが、自然光のみで開放 F1.4 で撮影していたんですよね。色収差や確実にフリンジといった現象が起きてるんですよ。静止画の人はですね、ライトルームなどのソフトで修正することは可能ですし、映像の方もですね、なんだかんだ言って修正できないことはないんですけど、やはりね、綺麗に撮れるのであればそっちの方がいいじゃないですか。実はですね、この色収差やフリンジ、フォーカス、ピントの精度などはですね、解消する方法があってですね、それは F 値を開放 F1.4 から 2.8 まで絞るということでした。F 値を 2.8 まで絞れば、色収差、フリンジだけでなくフォーカスの問題も改善していました。 F1.4 でどうしても撮影したい、撮りたいんだっていう方はですね、後からライトルームにぶち込む覚悟を持って撮影してください。ただですね、これはですね、発売前の完成品のレンズではないので、5月14日に発売される完成品のレンズの方はですね、 F 値 1.4 での撮影でも色収差、フリンジ、フォーカスなどの問題は改善されているかもしれません。そしてですね、最短撮影距離で撮影した際に見られるということだったので、広い撮影で使用する際や、最短撮影距離で撮影しなければ開放でも使えるといった印象でした。以上がデメリットとなります。はい、それではですね、最後に購入するポイントについてというお話をしていきたいと思います。デメリットの部分はですね、正規販売品ではないので一旦置いておいてですね、今回のシグマ 35mmF1.4 を買う理由って一体何なんだろうって自分でちょっと考えてみたんですよね。でですね、私が出した答えは3つあってですね、1つ目はシグマから発売されている 35mmF1.4 のレンズで初めてのフルサイズミラーレスカメラ専用設計になっているということですね。アートレンズからはですね、 35mmF1.2 というのは出ていますが、レンズの重量がですね、1キロを超えてくるんですよ。結構重たいんですよね、あれ。そしてコンテンポラリーレンズの 35mmF2 というのはですね、今回発売されるレンズと比較すると少し暗いんですよね。この2つの 35mm のレンズのちょうどいい中間のバランスで登場するのが今回のレンズなんですよね。なので今後はですね、 35mm のレンズといえばシグマの 35mmF1.4 DGDN アートレンズと言われてくると思います。そして2つ目の理由はですね、金額ですね。相変わらずシグマのレンズは安いのに、レンズの平均水準が高いです。今回のレンズの検証内容では G マスター 35mm に劣っているとは言われていますが、シグマのシャープな表現が好きな人には手放せないレンズになると思います。金額もですね、 G マスターの約半分ですからね、コストパフォーマンスはかなり高いかと思います。ただしですね、 G マスター 35mmF1.4 と比べると少しね、レンズは重たくなりますし、全長も長くなってますので注意してください。そして最後に3つ目の理由はですね、ビルドクオリティが高いところですね。簡単に説明すると、デザイン性が現代的というか、見た目が今までのシグマのレンズと明らかに違ってないですか。私はですね、こういう形のレンズが好きなんですよね。そしてですね、外観部分の操作性は G マスターとほとんど一緒だと思います。このほとんど一緒という意味はですね、 F 値のリングが重いだとか、レスポンスが悪いなどの微妙な違いはあるかもしれませんということですね。でもですね、カメラを扱う人のことをよく考えて作られたレンズなんだというふうに思いますね。 G
G-Master35mm を購入しそびれた人や、未だに 35mmF1.4 といったレンズを持っていない人はですね、今回のシグマのレンズを購入するのはかなりありだと思います。このレンズはですね、中古に流れても備品だと8万円を切らないんじゃないかなと思うので、せっかく購入するのならですね、レンズの保証がつく新品の方をおすすめします。はい、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございます。コメント欄での感想質問その他要望なども受け付けております。最後にチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。以上モーションライズ深夜でした。バイバイ。